池田真子です。今日の真子チャンネルはアイテムです。はい、今回は DHC 様よりご提供いただいたリップを紹介したいと思います。今回は実際に使いながらレビューしていきたいと思うんですけど、学生さんにも大人の方にもおすすめなのでぜひチェックしてみてください。それではご覧ください。真子チャンネルスタート。それでは早速紹介していきます。今回紹介するのはこちらです。じゃん、 DHC プレミアムリップスティック GE の PK101 番です。お値段は1646円です。でパッケージはこんなゴールドでちょっとゴージャスな感じになっていて、お花柄が入っています。でこちらもシルバーとゴールドのデザインになっていて、シルバーの部分はお花の柄になっています。中はこんな感じで先が尖って塗りやすいようになっています。色はこんな感じです。ではさっきリップを落としたので実際に塗っていきます。はい、今こんな感じで塗ってみました。でカラーも発色がすごく綺麗で、塗り心地がめっちゃ滑らかです。ですごく伸びもいいし、潤いのある感じに仕上がります。こちらのリップには美容成分が 90% と、あと保湿成分も配合されていて、あと弾力サポート成分っていうのも配合されていて、新感覚のリップになっています。ですごい保湿もしてくれるので、ヒリヒリするとか乾燥する感じもなくて、あと弾力っていうことでなんかフィット感があります。であと香りもないので、香りが苦手な方でも使えると思うし、あと色味的にも今回はナチュラルなカラーなんですけど、これを塗っただけでなんかちょっと顔色が明るく見えるのですごくいいなと思いました。でカラーは12種類あって、で今回私はピンクの101番使ったんですけど、このカラーは本当にすごく使いやすい色で、学生さんとかバイトの時とか、あとお仕事されてる方でもすごくいろんなところで使いやすいと思います。すごい仕上がりもこうツヤがあるので立体感が出て綺麗な唇になるので、皆さんもチェックしてみてください。いかがだったでしょうか。今回は DHC 様よりご提供いただいたこちらの DHC プレミアムリップスティックを紹介しました。すごいパッケージもシンプルでおしゃれで、塗った感じも使いやすくて幅広い年代の方に使えるアイテムだと思います。そしてこちらの商品は通販で販売されているんですけど、その URL は概要欄に書いているのでそちらからチェックしてください。カラーも豊富だったので、自分の肌に合っているとか、その使い方によって気になるものをチェックしてみてください。他にも池田真子の真子チャンネルでは DIY やメイクなどを週4回アップしています。気になるのがあったら評価やコメント、チャンネル登録もよろしくお願いします。ということで今回は池田真子の DHC のリップのレビューでした。バイバイ。